動画配信大手、ネットフリックスの1月から3月期の決算は、市場予想を上回る好業績でしたが、見通しは弱気なものとなりましたネットフリックスの契約者数は、前の四半期から933万人増加し、市場予想を大幅に上回りました契約者の総数は、2億7000万人に接近しています。 1>, 1年前からの伸びは16%で2020年以来のペースで成長しました契約者数の増加を受けネットフリックスの売上高は1年前から14.8%増加していますただ4月から6月期については売上高見通しが94億ドルと市場予想を下回りましたまたネットフリックスは来年から四半期ごとの契約者数の伸びを開示しないと明らかにしました これらの発表が嫌気され株価は時間外で一時5%を超えて下落しました。